一級宗純は、室町時代の臨済宗大徳寺派の僧、詩人。説話のモデルとしても知られる。出生地は、京都で、出自は、五小松天皇の楽院と伝えられている。母親の出自は不詳だが、後院説に沿えば、五小松天皇の官女で、その父親は、楠木正成の孫と称する、楠木正澄と伝えられ。 三津島に隠れ住んでいたという伝承があり、三津島に母親のものと言われる墓が現存する。幼名は千気くまると伝承され、長じて、宗剣の名で呼ばれ京雲も子、勝路、夢ね屋やなどと模倣した。改名は、宗淳で、宗淳とも書く。一級は、道合。六歳で、京都の暗黒寺の増外習慣に入門、受戒し、宗剣と名付けられる。 早くから司祭に優れ、欧英13年13歳の時に作った、漢詩、長戸春草、欧英15年15歳の時に作った、漢詩、春衣どば花は、落中でも、評判となった。欧英17年、17歳で、剣王衆めの弟子となり、戒名を総順と改める。ところが、剣王絆は、英二21年に死去し、この頃に一級は、 自殺未遂を起こしており、剣後絹の死から一週間、石山観音にこもるも悟りが開けず近くの川に身を投げようとしたが、一休の様子が変だと一休の母から見張ることを指示、されていた男が制止、説得されて、自殺を思いとどまった。欧英二十二年には、京都の大徳寺の高僧、花葬修具りの弟子となる。道山三富の坊という公案に対し、うろろより、 室郎へ帰る人休み雨降らば降れ風吹かば吹けと答えたことから話そうより一級の道語を授かる。うろろとは迷いの世界、室郎とは悟りの世界を指す。欧二27年、ある夜にカラスの鳴き声を聞いてにわかに対語する。花そは因果状を与えようとするが、一級は辞退した。その毅然とした振る舞いを見た花そは口では 馬鹿者と言いながらも笑って送り出したと伝わる。以後は、死、教科、諸賀と風教の生活を送った。文明に、摂津国住吉大社神宮寺の白木寺、本堂、薬師堂で森寺社と出会う。文明六年、御土御門天皇の直命により、大徳寺の十字に任ぜられた。寺には住まなかったが最高に尽力し、 殺っの真珠湾は一級を改祖として創建された。また、戦災にあった妙価値寺を中起こし草案、修恩案を結び、後に一級寺とも呼ばれるようになった。天皇に親しく接せられ、民衆にも慕われたという。文明十三年、修恩案において、マラリアにより死去。満八十七歳没。臨終に際し、死に党内と述べたと伝わる。 墓は、修音案にあり、地上げ塔と呼ばれるが、区内庁が管理している寮母であるため、一般人が墓所前の門から内部への立ち入りは、できないが、病所の建物は、外部からでも見える。参拝は、門の前で行う。伝い、僕景筆、一級宗順像。1447年、一級が54歳の頃の作で、曲、に座す一級は傍らに、 取材屋の大立ちを立てる。上部は一級の持参。以下のような逸話が伝わっている。こうした一見奇抜な言動は、中国臨済州の僧、府家など、東大の前者に通じ、前州の教義における風教の精神の現れとされる。同時に、こうした行動を通して、当時の仏教の権威や境外化を批判、風刺し、仏教の伝統化や風化に警鐘を鳴らしていたと、 解釈されている。彼の前風は直筆の保護、長仏通会議が残されていることからも伺える。このような戒律や形式にとらわれない人間臭い、生き方は民衆の共感を呼んだ。江戸時代には彼をモデルとした一級突に代表されるトンチ話を生み出す元となった。一休は濃筆で知られる。また一休が村田樹高の死であるという伝承もあり、 茶人の間で牧石が極めて珍重された。著書は、教運衆、俗教運衆、次回衆、骸骨など、東山文化を代表する人物でもある。また、足利義政とその妻、日野富子の惑星を批判したことも知られる。なおアントニオ猪木らによって、一級の言葉として留布されていた、この道を行けばどうなるものか。 に始まる言葉は、実際には、一級の言葉ではなく、文言に、多少の相違はあるものの、元は、清沢哲夫の、道という詩であったとみられる。同じく、一級の異文として、心配するな、なんとかなるというものがあったという話も広く、知られているが、原点は不明であり、一級に関する事象と、断言できない。ある電気作家が創作したという説もある。ありがとうございます。